ユージ、たくさんもです。せやろ、もう一回やらんかい。3、2、1、おかしらー。ユージさん、たくさんもです。お願いします。お願いします。今日はですね、今から遡ること10年前。おー、10年前。おー、いきなりですね、ユージがおいじめられてきたということで、おー、たくさんもに何やす親に相談したそうなんですよ、10年前に。いきなりの話でびっくりしましてですね、それについてちょっと聞きたいと思います。私をいじめたですって。何それ。10年前10年前しちゃう。普通いじめられた本人には俺が何言って10年前だろ。何の、ちょ、マジで何の話か分からん、マジでですよね。実際、まあ、マジ記憶ねえ、マジで。普通にいじめられた本人がずっと覚えとると思うんですけど、言いますよ、まあ、多分中2だね。中2の時に シチュエーションをよく覚えてるんですけど、ちょっとですね、仲良くなって、1週間ぐらいかな、ずっと一緒に帰ってたんですよ。帰ってたっていうのも、母校から最寄りの駅までだけなんですけど。あ、そう、大体15ぐらいかな、あれ。そう、歩いて大体1キロぐらいかな、それぐらいの距離を一緒に歩いてたんですよ。で、突然、ユージと、一緒に歩いてて、まあ、しばらく経ってるのかな、ユージとはあんまり話せなくなったんですよ。私が。ああ、そうだ。まあ、クラスは違うからっていうのもあるんですけど。違ったっけ ?3 年の時だから。いや、一度も一緒のクラスになったくないんですよ。あ、そうなの。うん。あ、そうだっけ。ないんですよ。あ、そうだ。だから、一緒に帰ろうっていうのがたまたまあったら。ああ、そうだね。で、まあ、それも別のクラスの友達と、ですね、H くん、まあ名前言ってもいいかな、橋本って人なんですけど、まあ H くんと帰るようになったんですよ。ちょうど俺と橋本と滝トンボと、ああね、まあこれは本名言っても橋本ぐらいだったらね、いいですもんね。まあそこはしなきゃ任せるけど、まあ任せましょう。で、それで一緒に帰ってたんですよ。ちょうどその頃も橋本とその友達になりたてだったんですよ。ユージとも成り立てだったんですよ。だからまだそこまで親しい関係じゃないから、 あんまり打ち合わせ一緒に帰ろうとも言わないじゃないですか。で、まあたまたまその橋本と滝どもと一緒に会って、何日間か連続で帰るようになったんですよ。それが続いてしばらくすると、数日経った時かな、一緒にポツンとユージで歩いてたんですよ。ほう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 。でも声をかけようかなとも思うじゃないですか、3人で帰ろうって。ああそうやね、僕たち自身が、でもまだ親しい方じゃないから緊張するんですよ。じゃあするか、2人でね。ああ2人で橋本は橋本なら、ちょっと来た方がバーって言って俺が押しとこうかな。そう、OK、 声をかけたくてもかけれないんです、一緒に帰ろうって言えるような。もともと中学生の時は私から一緒に帰ろうっていうふうにユージの方から言ってきたんで、まだ私の方がやっぱり立場上こういう状況だったんですよ。あ、そうなの。そう、だから今日より手伝ったんですよ。もし今日より今日はちょっと無理って言われたら嫌じゃないですか。ああ、まあまあね、せっかく誘ったのに。ああ、ね、だから数日何日もですよね。そうだね。もう橋本と立ちどんもと一緒に帰ったんですよ。それだともういじめられたって勘違いしたみたいで、俺が、そう、親に走ってユージの親に相談をしたみたいなんですよ。立ちどんもにいじめられて、なんか何、ハバにされてるみたいに、それをちょっとユージの親、文化祭の時だったかな、相談されたんですよね。覚えてないですか。全く覚えてねえ、俺。ガチで覚えて、何それ。あったんですよ。知らんかね、俺は。その時に違うよみたいな、そのちょっと前にも一緒に帰ろうってことになって、その相談される前に何度か一緒に、たまたま一緒になったから帰ろうって言って、あったんですけど、ほんで文化祭がちょっとあったんですよ。その時に親にも相談されて、そのちょっと前にも
なんか親に相談したんだわっていうふうに伝えられたんですよ、有志から。ちょっとなんか、あ、でもなんか勘違いだなって話になって、もう覚えてないんですか？俺はなんとかドリームなんとか鑑定クラブって知ってるぞ。なんだそれ。まあ、そのわけのわからないところはまた後にしますけど、要するに相談されて、うん、違うよ、教養かけづらかったんだよって言ったんですよ。もうまだ初対面でまだそんなに信頼関係がないから、話して断られたら一緒に帰ろうよって言って、ちょっと傷つくじゃないですか私も、うん、だから教養かけてないんだよ。で、まあ、あっちの橋本っていう人ともまだ友達になりたいから3人で帰るっていうのも、でも相手は例えば有志と3人で帰ると嫌だなっていうふうに思っちゃうかもしれないし、うん、そういうのをいろいろ考えて声をかけなかったんだよって言ったと説明したんですよ。でそれがちょっと終わってまた一緒に帰るようになったんですけど、文化祭の時にこの子がすごいあの B で「あのタクトンボだよ」そう言ってきたし「タクトンボだよ」っていうふうに有志が親の前で今日も紹介してて、ほんで違うよっていう説明してそれで完全に終わったんですけど、いじめられたっていう勘違いしか本人に忘れてちゃ困るんですけど、その忘れちゃって、全て忘れると覚えてねえもん。でもですね、忘れたって言ってますけど1年ぐらい前まで覚えてたんですよね。知らんし、言ったって俺そうなんですよ。電話で、あ、電話で言った、1年以上前かな、2年ぐらい前かな、知らんけどさ、アメリカ留学の電話の時に雑談で話したんですけど、完全に忘れちゃって、その時は一人で覚えてたんですよ。ほんま、だからそうやったなって話でずっと話しとったんですけど、ちょっと忘れちゃったみたいなので、要するに私はいじめてません、勘違いしてます、うん、でもそれも忘れてます。さあ忘れたもの、俺もどういう反応していいか分からない、話にならんわ。ああ、じゃあ終わるわ終わるわ、ありがとうございました、ありがとうございました。